皆さん、もう予想の方は済みましたでしょうか。今回私ご紹介する木賀次郎の10分でできるトーナメント馬券です。おさらいですけども、まず、3つのメリット。1つ、簡単。2つ、すぐできる。3番、買い目点数を絞れる。はい。まあ、メリットもあれば、デメリットもある。デメリットとしては2つ、配当が低め。2つ目、隣の馬が来るとアウト。という形で、木賀次郎式、トーナメント馬券術の方行きたいと思います。まあ本当にこの馬券術は簡単ですね。隣のもうただただただと比べていって、優勝馬、準優勝馬、ベスト4、ベスト8を決めていって、それを馬券にならしていくっていう方法です。もちろんね、無理にね、これやってくださいって話ではないです。ただただ、データとしてね、予想として一つ参考にしていただければと思います。私自身もね、馬券の方はいっぱい買うわけじゃないです。100円ずつね、ちょこ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 小遣い、こうワンツーがずつかけて、遊んでいる形ですんで、ね、私の予想でですね、万が一乗って外れたとしても俺は知らん。それでは天皇賞春出馬表の方をご覧ください。ドーン。今回の J1 レース、1番から14番までの出走となります。そして、この馬の一頭一頭を見比べていくわけなんですけども、次に出す表が、今回木賀次郎による、トーナメント馬券実質のトーナメント表になります。それでは行きましょう。ドン。はい、順番に、トーナメント表が出来上がっていきます。そして次に、出す表なんですが、私の方で一頭一頭を見比べていった表でございます。それではいきます。ドン。はい、こういった形で1回戦、2回戦、3回戦、4回戦という形のトーナメント表ができます。この勝ち上がりを見ていくと、優勝は私の予想ではドン、14番フィレロ、そして2着予想ドン、ユーキャンスマイル、この2頭を頭にしてですね、予想の方をしていきたいと思います。私の方ではね、こういった予想自体ね、ほとんど人気の方とか、あまり気にしません。とにかく競馬心に乗ってる馬だけを見ていくっていう形ですね。ほんと簡単、10分ぐらいでできる予想術ですんで、参考にしてください。はい、それではこのトーナメント表結果をもとに、私の天皇賞春予想の方行きたいと思います。それでは20番14番フィエルマン、14番フィエルマン、ルメール騎手になりますけども、この馬去年の天皇賞の春の優勝馬です。この天皇賞春は結構ね、リピート2年連続3年連続の連帯っていうのが多いので、まあ他を比べるとこの馬がちょっと抜けてるのかなと。G1 レースを勝っているのはこのフィエルマンと奇跡の2頭だけなんで、まあこのフィエルマンの方が連覇濃厚かなっていうのが私の予想です。それではいきます。丸太鼓ドン、ユーキャンスマイル、このまま前走阪神大賞単で優勝と、そして長距離の方はすごく強い馬です。重賞も勝ってます。阪神大賞典からの、この天皇賞春の連帯は結構ありますんで、それでは次、特殊馬星マークです。9番未来への翼、この馬、実は青森県出身馬なんですけども、おばあさんの田村チェリーも、青森県出身馬なんですね。その田村チェリーが阪神牝馬3歳牝馬ステークスでタイトルを取ったんですけど、その時に私、たくさん、馬券の方を当てさせていただきました。今回はね、馬券に上位入れる馬っていうのもありますけども、そのおばあさんから貸し貸しでもらったのをこの馬に投入したいなと思っております。そして、まあ、名ばかりではないこの馬、実は注目ポイントとしては前走のダイヤモンドステークス、1着未来への翼、そして2着は名勝天元、この名勝天元の人気っていうのが今回予想図では5番人気か6番人気です。未来への翼は10番人気ということで、勝ってる馬なんですけど人気の方が低い。そしてその名勝天元なんですけど、なんと阪神大賞戦でユーキャンスマイルに負けているっていう馬なんですね。単純に比較してもユーキャンスマイルの下に来るのはこの未来への翼だっていうのが今回の予想です。そしてドン。
ク1番モスメロ、これは前走ね接戦のレースでしたけどもベスト4入りということで、抑えに回したいなという形です。そして次ドン抑え3番5番8番11番の馬を、抑えに行きたいと思います。今回の天皇賞の予想、私の感想としては14番フィエルマンが1着抜けていると、そして2着以降はですねちょっと厳しいかなって、この馬、奇跡この馬、京都の 3000m 菊花賞を制しています。ただ、すごく気になる点としては、前回の阪神大賞典出遅れた上に引っかかるということで、惨敗を食らっています。今回のジオンレース今日天皇賞春は、3200m ということで距離が少し伸びます。レース展開はちょっと早くなるとは思うんですけども、この出遅れ癖を回復しないことには馬券圏内ちょっと難しいかなと思います。ということでこの奇跡の方はあくまでも抑えまでという形でトーナメント馬券術でございます。それでは気になる買い目の方いきましょう。ドン。それでは買い目点数の方は11点3連複で勝負します。本戦を14番7番1番そして14番7番9番ということでここは厚めに勝負、そして抑えに、14番7番を軸にして3、5、8、11、そして抑え2つ目としては14番9番を中心に1、3、5、8、11ということでこの馬券で勝負していきたいと思います。4週連続的中なるか、皆さん明日は日曜日です。ぜひ馬券の方当てていい日曜日を。そして、もしこの動画見ていただいた皆さん、もしこの番組いいなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。なんだ